エントリー最終日に山手線乗ってて電車広告に「本日最終日」って書いたので押しました。僕ビジカンって知りませんでしたもんそれ。私は学校刑事で知りました。とにかくコンテストを探したりしていて、学校刑事で見つけて、で400字ってすごくいいなって思って始めたんですけど、でも私もとし君と一緒でギリギリでしたあ、点数がはい、点数が一時の提出がギリギリでした。あんまり学校が積極的じゃなくて、そういうのがで、なんか割と一匹狼状態でビジコンもやってて、で結構課題とかもきついのがなんか時間かかるのが多くて、だからなんかあと部活もずっとやってて、キャプテンだったんで休み時間とかもずっとやってて。私はそのもともと研究をしてたので、アイデアとかは大体、まあ、その当時も固まってはいたので、それに沿って書類も書いていった感じなんですけど、それででもやっぱり私は反対で、結構学校がそういうのすごく積極的な学校だったので、先生に相談もしやすかったですし、いろいろ学校の中でもアイデアもらえたりとかもできたので、すごくそういう面ではやりやすい環境にはいたのかなっていうふうには今思います。参加する前は本当に自分の趣味、興味とか勉強分野とかも割と散らばってたところが、 TSG 終わった後は自分のそれを叶えるための行動を、まあ、12月から今もずっと続けてきて、だからなんかすごい毎日がめっちゃ充実してるなって思います。ビジネスって普通に耳にしたことはあっても、あんまり自分の身近にあんまり感じられることがないと思うので、なんだろう、その実現可能性云々じゃなくて、その発想だったりとかアイデアを重視してくださっているのも分かったし、その私はそのマネタイズの知識とか、そのビジネスに関する専門知識とか全然分からなかったけど、そういうのもサポートもちゃんとしていただけるのも分かったので、すごいアイデアとその熱意さえあったら、なんか年齢関係なくぜひエントリーして欲しいなってすごい思いました、はい、僕の場合だと書道を伝えたいっていうところで、じゃあ書道を伝えるためには何をすべきかっていうところで、たまたま今回ビジネスみたいな切り口が生まれて、でそれこそ TSG 参加してる時も、果たして書道をビジネスとしてやるべきなのかっていうところも考えて、で起業ってなんかそれがもう 100% 正しいわけでもないし、でも一度そのフィルターにかけることによって、自分のやりたいことが起業で達成されるんだとかっていうのが確認できたし、なんかそれってすごい自信にもなるし、やっぱこれからもっともっと学生がそうやって起業に興味を持って起業していくべきだと思うので、なんかやっぱりそういうやりたいこととか思いとか、本当一つでも自分の中であるんだったら、なんかとりあえず400字に書いて応募するのをお勧めします。私は学校でももうずっとプレゼンとかの場はいっぱいあった方だったと思うので、資料作りとかはしたことはあったけど、大人の方で外部の方とか全然知らない方にお話しするのはやっぱり緊張したけど、とてもいい経験にはなったし、ファイナリストの方のもう本当に一歩手前まで来てる、もう今すぐ起業できそうなアイデアにはすごく圧倒されたので。普通にだから、まあ、その自分にはアイデアがないって思ってる人も、普通にそういうのを見に行くだけでもすごく勉強にはなるとは思うし、そういうのに参加してみるのも一歩なのかなっていうふうに思います。いい意味で、あ、こんなのでいいのかって思えたらいいなってすごく思うので、あ、こういうのでいいんだなっていう、その模範がわからないと、きっとエントリーを考えてあんまり考えてない人もいると思うので、そういうところでその見て学ぶところから始めるのもいいのかなって思います。ありがとうございます。はい。